エンジンを手にするタンスキ、タデウシュタンスキは、ポーランド人の自動車技術者で、ポーランド初の量産車 CWST-1 を含む自動車の設計を手掛けた。CWST-1、枯れたポーランド航空会の先駆者でもあったチェスワフ、タンスキの息子として、ロシア帝国支配下のヤヌブッポドラスキ村に生まれた。第一次世界大戦勃発前に、パリへ渡り、 パリ高等電気工学校で工学を収めた。戦時中、彼は各種軍用航空機用エンジンの設計、開発を手掛けたほか、エルボルドン社で走行車両についても学んだ。その後、アームストロング・ホイットワースでも技術者として働いた。1919年、タンスキはポーランドに帰国し、軍事省の自動車部門に勤務。ポーランドソビエト戦争中の1920年には、 フォード T 型の車台を使い、ポーランド初の国産装甲車である、フォード FTB を作り上げた。フォード FTB は16から17両が作られ、すべてが実戦に投入された。第一次大戦後、タンスキは、ポーランドの軍需産業に残り、CWS の技術者として働いた。1922年、タンスキはここで、ポーランド初の量産乗用車である。 CWST-1 の設計と、その生産監督を行った。その後も1930年代後半にかけて、彼はポーランドで最も著名な自動車、トラック、軍用トラクターの設計者であった。1939年のドイツ軍、ポーランド進行後も、ドイツ占領下のポーランドに残った。1940年7月3日、ドイツによるポーランド指導層、 知識階級を対象とした AB 行動時に逮捕され、アウシュビッツ収容所に送られた。1941年3月23日に同収容所で殺害された。ありがとうございます。